この時間少し雲が多いですが日差しも出ています。今朝の人間アメダス多賀城の花の親父でしたさん、朝から蒸し暑い、今朝も県内9カ所で熱帯夜となりました。この後ですね、日中は晴れ間の広がるところが多く、最高気温は仙台で34度などと、昨日よりもさらに暑さが厳しくなる予想です。また大気の状態午後になると不安定になってきまして、西部を中心に所々で雨、局地的には激しい雷雨となる恐れがありますので、今日は熱中症と天気の急変に十分注意してください。